入りますね。入りました、はい、見てます原監督。本当ですね。お、一歩二歩と少し前に村田コーチも見てます。全てこれもデータ化してるわけですね。そうだと思います、はい、村田コーチは声かけてます。長い時間。そうですね。まだ。なんか原監督はデータを見てますかね。今そうですね。1球ごとの。左側にタブレット持っている方がいるので、はい、そこをちょっと覗き込むような感じですからね。うん、なんかデータを見て、そうですね、なんかバットの軌道だったり、あ、なるほど、スイングの速さとかも出ると思いますけど、村田さんとこんなに背の違いがあるんですね。そうですね。敵は大きいですね。ますますこれにプラスアルファ体の大きさというのが出てきたらもっとパワーもつくでしょうし、あの機械で測ってるんですね。まあ、こっちだとあと村瀬さんの方両方に出てるんだと思うんですけど、これはタブレット持ってる方いらっしゃって、その画面の右側の方、あのタルミスコアラ室長ですね。だからタルミさん、タルミさんが昨日言ってたんですよ、ええ、秋広のことを。あ、そうなんですか。見たことないって。あんな高校生多くの方です。長年もスコアラーやってらっしゃいますけど、いろんな分析をしてるわけですよ、うん、自分のチームもスコアラーも、もう本当に大学社会人のドラフト1位クラスだって。はい、じゃあでもそれがドラフト5位で指名できたっていうのは本当にジャイアンツにとっては、はい、いいスカウトができてるってことですよね。そうですね。だからね、ピッチャーとしてね、周りの球団を見ていたんだろうということをおっしゃってましたけどね。
この投手から野手ってまあプロで転向される選手もいますからね、はいはい、注目されてる分よのずと人が集まってきますよね。そうですね、今のなんてこういうさばきも柔らかい一つでしょうね、おそらくコースの反応。この辺のバッヘルメットを脱いでこう汗を拭うこの仕草が本当に大谷選手に似てません？なりますよね、大谷選手。こうなんかこの辺の仕草がすごい似てる気がするんですけど、この被り方も本当にこの感じも。昨日あのインタビューさせてもらった時には、はい、そういうバッティングとかで誰かもあの真似たりしてますかって、はい、いやそういうのしてません、ね、してない言ってましたね。してない。でも そっくりですよ ね、 ね。今これ見てるだけだと原監督から話しかけたりとかまだなさそうですよ ね、 これは。降りたスコアラ、はい、まだありました。5人のカメラマン、村田コーチもすごいなって言ってましたからね。